お前ふざけんなよ。皆さんこんにちは、ポンピーです。今日なんですけども、小原さんにドッキリを仕掛けていきたいと思います。ちょっとすみません、彼が家の中にいるのでかなり声小さめで喋ってます。今回2つやります。1つ目がこちら、イロハスと塩酸で水が超酸っぱいドッキリ。彼の飲みかけのイロハスにクレン酸を入れてちょっと置いときます。うまく飲ませますんで、その反応を見ていきたいと思います。そしてもう一つなんですけども、桃の食品サンプルになってます。で、彼に急に桃もらったから今食べないと言います。で、多分拒否してると思うんで、それでブチ切れてこれ投げつけてどういう反応するか見ていきたいと思います。ちなみに偽企画は冷蔵庫の中身を掃除しようという企画です。入れていきます。やっべ、そしたらね、いい感じに溶けたんでこれを置いときます。桃は冷蔵庫に入れといて後で出します。それでは読んできます。ちょっと待っていけます。え、なになになに、はい、何やしてなに、いや冷蔵庫の中身、はい、掃除です。はい、あなたのかなりあるんで、はい、ちょっといろいろ暴きたいと思います。暴きたいってなんでバーシーみたいなって。はいはい、じゃあもうその格好でいいの。落とした。え、なんか落とした。いいよ。塩か、塩じゃない、反対側お願いします。いや、な、水がなんで蓋、もうそれ飲んじゃって。はい、何してんだよこれ。おい、いや、ハハハとかじゃなくて、お前何入れてんのこれ。栄養補給の。いや、はい、胃呼吸じゃねえだろ、こんな。いや、何入れてんの俺マジで。クエン酸です。いや、笑い事じゃねえだろ。おい、ここに散らわせたのクエン酸です。いや、意味がわかんねえけど、マジで。すいません、失礼します。違う、今回の企画なんですけども、ここが変だよ、冷蔵庫。えい、日本人は。はい、やっていきます。ちょっと冷蔵庫かなり汚いんで、はい、中身が、はい、ちょっといろいろ暴きます。暴きますとかじゃなくて、何があったのか。はいはい、もう早速いきます。はい、いきますよ。え、なに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 。物はたくさんあるわけじゃないんですけど、はい、ちょっとなんかビニール袋とかね、はいはいはい、はい、かなりある。いや、まずビニール袋、何これ、それ何。ああ、とか。いや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 、これはの差し入れで。いや、だからいただいたやつです。じゃあお願いします。お願いしますっていうのは、いや、処理よ。処理って言い方は違うでしょ。いや、どうあの、ああ、新振りを。新振りって何を言ってるの。いや、だからさ、どう、ああ、どうするのか。いや、処遇。いや、もうなぜそのもう一個だな。違う、もう一個はこれです。はい、はい、次の袋はこれです。え、それはこれも多分差し入れでもらったやつです。それは普通に飲めんの。うん、別に飲めますね。いや、これ別に、まあ普通に入れといて、はい、保存です。そのコーヒーとかは、え、飲んじゃって。え、飲んじゃってっていうの。いや、もう いらないでしょ、うん、いや、何も入ってねえのかよ。いや、そう、はい。え、何期待してたってこと。いや、違う。いや、はい、はい、上のは。いや、これも差し入れです。まだ、あ、これ別にまだ飲める。うん、じゃあもう袋から出して入れて。はい、下の、じゃあジップロック、何それ。下のジップロック。いや、その、はい、いや、はいとか。いやいやいや、なぜこんなのが入ってる。うんとかじゃなくて、何だ。これ佃煮をちょっと作ってみました。いやこれ、うん、まあまあ、食べるの、はい、食べません、食べません。なぜこれは入ってる。はい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 、いや、ちょっと
残しちゃってました。その上はどれ、上っていうかジップロック、その中段ライン、はい、それじゃない。ジップロック、あ、これか。何それも、おめえのもなんか腐ったのなんか白いのついてるし、はい、ちょっともうこれは全然してる。え、何をしてる。いや、ちょっと何入ったかもわからん。いや、だからもう、うん、そういうことしてるからね。はい、何、はい、あと期限切れの卵が上にあるくらい。私は買ったんですね。いや、わかりません。それはわかりませんが、はい、はい、こんなところですかね。はいはい、はい、え、それをなぜまた戻すの。まちゃまちゃしてます、してます。はいはい、ちょっとじゃあ最後その今後ね、こういうことやめてもらうために、はい、こちらじゃあ桃ゼリーの方食べてもらえますか。何隠してる。違う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 、なんかお前もないかなと。いや、別にないですってか、まずこれもおかしいから、はいはいはい、どれ、はいはい、これ、はい、なぜまだあるのに新しいの買ってくんの。うん、はい、で、開けるの、そして、はい、古いの先使いませんか。わかりました。これ飲む、ずっとこの状態だけど。わかった。いや、わかったとかじゃない。飲みません。じゃ捨てろ。はい、これは捨てます。で、まだあるけどね。うん、ちょっと取っとこう。じゃあ、ちゃんじゃあ飲むのね。飲みます。はいはい、そういう人でした。はい、でも、みそぎとして、はい、あの、苦手な、え、ないないない、はい、わかりました。ないない、はい、いや、いいいいいい。じゃあ、ちょっとみそぎとしてこの嫌いな桃ゼリーいただきます。はい、その、でかい果肉いってよ。はい、一口目。はい、顔も見せてよ、はい、かわいい顔。かわいい顔とかじゃなくて、いただきます。うぅ、いや、その機嫌とか的には大丈夫なのね。じゃあそれどうだった。いや、なんで見てる。顔やめて。え、どうなんだこれ。いや、味は、いや、味、味はだからでもなんかその腐った的な感じじゃないなら大丈夫だ。だからそれがわかんない。じゃあ大丈夫じゃない。はい、ありがとうございました。違う、ないいや、完食お願いします。いや、でも本当にきついんだったらやめよう。いや、じゃあその桃よりも、なんか本当に美味しい1個2000円ぐらいの桃もらったんだけど、それだったら食べれる。え、それどういうこと。今、桃くんで。お前、誰からもらったの。いやいや、それは普通に母親だ。はい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 。いや、それはあなたが食べた方がいいんじゃない。じゃあお前食わないのね。いや、それ食いたいけど、俺その桃が好きじゃないから。ふざけんなよ。はっ、ふざけんなよ。はっ。意味がわかんねえよ。え、何よお前これ。いや、全然意味がわかんねえけど、やってることの。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。この動画いいと思ったら高評価お願いします。